ました。私の、あ、落としちゃった。私の日焼け対策はもうこれ以上黒くならないように頑張ってるんですけど、あれ、私の日焼け止めはこちらです。まあ、黒い私に言われても何の説得力がないと思うんですけど、これを使ってます。でライブの時はこれを使おうと思います。トーンアップすると聞いたので、次のジェップ羽田はこれを使ってみたいと思います。トーンアップして白く見せていきたいと思います。あ、レインボースターありがとう、いっぱい。そしたらね、次はね、あ、コストコの好きな食べ物教えてって聞いてるんですけど、私はプルコギベイクみたいなのが好きです。プルコギ美味しいんです。お肉です、お肉。ちょっと固めのパンの中にお肉が入ってるやつなんですけど、めっちゃ美味しいのは食べてください。プルコギベイクみたいな名前、好きな曲教えてくださいと聞き来てました。じゃあちょっとね、私の好きな曲今から調べようと思います。うましです。私が最近の曲で好きな曲は、名刺ありがとう、こちらこそ、ハートありがとう。最近好きな曲は、あ、マルシーさんの曲めっちゃいいので聴いてください。その中でも何が好きって聞かれたらちょっとまだ、でもどれもいい曲ばっかりなので聞いてください。知ってますか、マルシーさん。あとはえー、何聞いてるかな。マルシー、死にちっちゃいです。あとはダイスさんっていうグループ。友達がカラオケで歌ってていい曲だなと思って聞いてる。悪口って曲。ハートとダルマとレインボースターありがとう。C？ C に反応してる。C？いや、でも知ってる人いるんだ。やっぱ有名ですよね、最近。あとは、これなんて読むんだ、バウンディさんって読むのかな。バウンディさんの曲が好きです。好きです。バックナンバーさんは助演女優賞って曲聞いてみてね。そんな感じです。ハートとだるまありがとう、いっぱい。しぃ、私が好きな曲は、あ、待って、めっちゃずれてた。なんだっけな、バウンディさんの何が好きだったっけな、ちょっと今から調べます。
あ、私が好きな曲はナポリでした。聞いてみてね。え、わかる？ドラマの主題歌だよね、バックナンバーさん。星崎監督ありがとう。今からアイス買ってきます。紫のグレープ、無難にチョコチップ、どっちがいい？いや、私だったらチョコチップを買うので、皆さん明日時間があったらアイス買いしましょう、ショールームで。なので皆さんアイス買ってきてください。みんなハートいっぱいありがとう。あ、そうだ、この配信でみんなジャンプしてってさっき約束したんだった。みんな飛んでね、飛び足りない人飛んで飛んで、星投げたら飛べるよ。指定のアイスない、なんでもいいよ。ちょっとみっちゃんのアイス買い真似しちゃった。飛んでください、ちょっとしか見えないよ飛んでる人。星投げると飛ぶんでしょ。でももうちょっと8分ぐらい経っちゃったから飛び終わってる人もいっぱいいるのかな。いっぱいありがとう、ハートとレインボースターとだるま。星投げてください、全部。みんなが持ってる星全部投げてください。うちらで見やすい色はなんだろう、でも縁取りを20ぐらいしてあるうちわはめっちゃ見やすいです。あ、ハートいっぱいありがとう。え、でもなんか縁取りが黒とか白使われてたら別に中の色何色でも見やすい。なんかアリがやってほしいうちわはあるんですけど、ちょっと今度作ってモバメに送るので、ちょっとそれを参考にして作ってみてください。なんかめっちゃ可愛いフォントの文字あるじゃん、そういうのめっちゃいい。てか正直マジで縁取りしててめっちゃ大きい文字だったらマジで目立ちます。色は何色がいいんだろうね。なんか遠くだったらでも結構見えるんですよ、普通にアリーナツアーとかしてても、外資ホール行ってた前、外資ホールでライブした時はめっちゃ遠くでもうちわの文字が大きかったら全然見えてたから、ちょっと今度探しますね、何色が見やすいか。めっちゃ見えた。ハートいっぱいありがとうございます。だるまも次は旧期の後輩たちと仲良くなれましたか？かっこサイヤファンです。ラブリンさんとのペアが好きです。あ、でも K2 の、 旧期生とはめっちゃお話しします。なんかすごい可愛い、話しかけてくれるので話します。なんか私が同期がいないのですごい後輩にめっちゃ話しかけちゃうんですけど、心地よくてお話をたくさんさせていただいております。えなちゃんが一番喋りますね、旧期生だったら。でも冬日も、もうまあアーヤはすごいコミュ力高いじゃん、だからいろんなメンバー先輩と仲いいけど、ゆっぴとかもさあやとかみはるんは結構あ一緒に帰ったりします。ふさんは可愛いですね。はさあやとはハッピーさんのお話をさせていただいております。
あ、そう、ファイヤーは服の好みがあるんですよ。だからね、ちょっとトーク会が開催されて同じ部数だったら、ちょっとまだファイヤーに誕生日プレゼントあげてないので、お洋服をあげたいと思います。そんな感じです。でもえなちゃんは髪フレでも一緒だから、休みの日もう毎日最近えなちゃんと会ってて、休みの日も同じってぐらいだから、結構スケジュールを共にしてるので結構お話しします。えなちゃんと映画見に行こうって言ってるんですけど、行けてないですね。次、どこに旅行行きたい？あの、私は温泉があればどこでもいいです。温泉に浸かりたい。タコ、ハートありがとう、いっぱいみんな見えてるよ、嬉しい。ぴょん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 飛んでるの見えてます。カウントもしてね、いっぱい。男女入れ替わった。レインボースターありがとう。みんな星をあるだけ投げてください。で、私の配信が終わったら星投げに行って、あ、星受け取りに行ってください。次、髪色何にしたいですか？前回と同じ色にしたいです。ピンクっぽい紫っぽい色です。でも暗い色です。ハートありがとう。だるまもありがとう。これはいつまで？45分まで。イベント中にコスプレ、あ、明日する予定です。はい、明日します。レインボースターありがとう。いっぱい投げてください、星あるだけ投げまくってください。ポンポンポーンって。次のトーク会、ひなの推しときみちゃん推しと3人で神船全員回る予定です。楽しみ。楽しみ、嬉しい。来てくれるんですね、私のところに。楽しみに待ってます。嬉しい、なんか連番してくれるの本当に嬉しいです。あ、昨日ありがとうございます。ちゃんと服で分かりました。あと顔も覚えてる。レインボー投げてください、あったら。あ、ありがとうございます。来た、こんばんは。髪色は紫、ピンク紫にしますので、ぜひ次も一緒にしてください。好きなセブンの食べ物、あのサムギョプサル売ってるんですよ。サムギョプサル美味しいです。サムギョプサルとキムチとキンパみたいなお寿司みたいなのを買って、あの一人で韓国料理食べてます。サムギョプサルはみっちゃんが食べてて知って買うようになりました。ご協力、嬉しい、ありがとう。お菓子作ってない、めんどくさくて、あと片付けが。次、最近しーちゃんに会いました。会ってない。でもゆうは一緒に映画見に行ってたっぽいです。いえ、ラブリンとみっちゃんのアイス会熱望、ただ二人がアイス食べてるだけのショールームが平和、世界が平和になるよ。やりたい。みっちゃんとアイスを食べる、一緒に食べる時は結構あるんですけど、配信はしたことないので、いつかしますね。アイスの好みも一緒です、みっちゃんと。おすすめのアイスは明日の配信で言うので来てください。待ってます、みんな待ってるからね。イエーイ。あ、星いっぱい来ました、ありがとう。ハートもありがとう。私はなんか暑いけど冷房つけるまでではないから、つけるない。
カミフレグッズで出てほしいもの、ちなみに僕はパーカーです。あ、パーカーいいですね。でも私はフレーバーって言ってるから、香水を作りたいですね。香水を作りたいと思ってる。タコありがとうございます。ありがとう、いっぱい、ハートもタコもリンボスターもありがとう。香水よくない？でも匂い分かれるよね。クマ？クマ？クマ飛んできてた？見逃してた？ハートありがとうございます。なんか誰、どの人でも使えるような香水がいいですね。でもこの時期あんまり良くないのかな、どうなんだろう、わかんないけど。それかマスクの消毒スプレーで匂いつくやつ、めっちゃ良くない、どうですか。え、フレグランスでめっちゃ臭くなってファンの人帰ってった、めっちゃ面白かった。いろんな種類の香水かけられる、なんかただ香水をかけてもらうレーンがあるんですけど、まあ、メンバーはランダムで、まあ、メンバーの気まぐれであるんですけど、めっちゃファンの人臭くなって帰っていくの、いろんな香水振られるから。でさ、ファンの人がさ、そのフレグランスレーン行ってんのさ、匂いでわかるんよな。だからめっちゃ、わ、行ったな、この人フレグランスレーンから来たなって時はありますけど。ハートありがとうございます。右と左で香水変えて、擦るのがおすすめだよとか言って、臭くなるに決まってんのに。でもファンの人優しいからやってくれるの。面白い。でも香水作りたいです、紙羽で。あとは個別のアクスタと、あとモバイルバッテリーが欲しい。紙羽のデザインしたい。あとなんだろうかな。みんな面白い。フレグランスレーン、ありがとうございます。ハートとだるま、だるまにいなくなっちゃったからな。個別のアクスタとモバイルバッテリー欲しいんだよな。なんかあんまりアイドルファンってバレないようなモバイルバッテリーが欲しい。自分でも使えるくらいのやつ。レインボースターとハートありがとう。あとなんだろう、でもそんな感じかな。チェキあげたい。なんかこの前キミちゃんがチェキ取ってくれたんだけど、メンバーの裏側のチェキみたいなのをもうグッズに出したい。だって世界に一つだけだよ、そしたらそのチェキめっちゃ良くない？メンバーが取ったチェキみたいな、数量限定になっちゃうかな。でも香水はマジで、あとフレーバーなのでサーティワンの CM したいので、サーティワンさんよろしくお願いします。カミングフレーバーのフレーバーいっぱいのフレーバーっていう名前でアイスよろしくお願いします。チェキってスマホの裏に挟めるからめっちゃ良くない？ハートとだるまとレインボースターありがとう。あと4分ぐらいで終わっちゃう。次はねカラオケします。何歌うか決めとかなきゃ。カラオケだよ。あと2枠しかないので今日はあと2枠です。でも1日目だけど気ままに頑張っていきましょう、私たちなりのペースで。
見に来てくださってるだけで嬉しいし、毎回欲しいよね、貯めてね、いっぱい投げてくださってね、いっぱいカウントもコメントもしてくださって、それだけでも嬉しいので本当にありがとうございます。まあ、次でね、みんなね、カラオケでね飛んでくれると思うので待ってるますね。明日のタイムテーブル出てないです、まだ。ちょっと相談しなきゃいけない、みんなと。あ、でも明日はなんかやりたいことが多すぎてちょっとやばいので、後でちょっと決めときますね。タコハートありがとう。サーティワンはラブポーションサーティワンがいいですよね。サーティワンさんとコラボしたい。レムスターありがとう。みんなお星様投げてください。携帯電話番号の認証もお忘れなく。ちょっと早く出さないとね。あ、でも朝の配信は7時半からなのは確定ですのでお願いします。あ、ゆうゆうレインボースター持ってるのね。ありがとう。ゆうちゃん携帯番号認証してるかな。あ、7時半からです。朝は絶対7時半。これは毎日、あ、でもお仕事がすごい一日中ある日は分かんないけど、朝からです。だいたい7時半。待って、スクショ撮るなら待って、サーティワンのスクショ待って、これ私のサーティワンのグッズ。あ、でもちょっと顔にモザイクかけさせていただきます。あ、お願いします。カミングフレーバーのフレーバーいっぱいのフレーバーとしてサーティワンでお仕事ください。45分前にステー干ししてください。あ、終わっちゃう、とちょっとで。ということで、またね。もう終わっちゃいます。ありがとうございました。バイバイ。またね。どう、ありがとうございました。ではまた後ほど来てね。バイバイ。切れない。